Rocket Company。東京 FM スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。秘書の浜崎美穂です。毎年3月のこの時期にはいつもこの方に来ていただいております。本日のゲスト、クリエイティブディレクター柳井道彦さんです。どうも、お晩でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いろいろとこう入ってきてスタジオに柳井さん入られてお話しする流れで、はい、もう速度早めに印税の話も今早かったですね。柳井さん、でもやっぱり柳井さんの活動の中の一つ、僕が柳井さんを知った時もそうですけども、はい、風とロックという、はい、フリーペーパー、フリーだから印税もフリーですよね。ですよね、本来だったら出版物とかそういったものっていうのは、まあ、僕なんかも印税とはほど遠く生きてきたんで印税生活憧れたりとかしますけど、柳井さんの本、そもそも風とロックは、はい、うん、作れば作るほど赤字という、そうです、フリーで本当にずっと配り続けて、はい、そしてやっぱりこの僕も、カズトロックのラジオの方にも参加させていただいておりましたけど、やっぱり、うん、そのフリーペーパーのカズトロック欲しい人が全国にたくさんいるんですよ。だけどフリーで配ってるけども、その届かない地域の人からしたら、はい、届けろよっていう感じの人もいるんですよ。その本当にご迷惑ご心配おかけしました、いろんな方に。そうなんですよ、柳井さんが毎回いやすいませんでなんとかって言うけど、いや、そのなんだろう、もうちょっと向こうから歩み寄って、そのある地域、置いてある地域まで来てくれる人もいれば、はい、そういう熱量でもやっぱり、まあ、熱量は変わんないのかもしれないですけど、うん、その届けてくれよってね、うん、いう風な表現の仕方の方にも、柳井さんは僕が出会った時からすでにもう本当に他の人と変わりなく接してて、いやいやいや、でなんとか届けようとしてる柳井さんがかっこよくて、今年もお邪魔しております。なんかもう押しかけてきてるみたいな気持ちになっちゃって。いや全然ですよ、今週は9日まで行けますよ。声どうしました本当に、まずやばい、わかんない、なんか、はい、ちょっと喉が、はい、時々なるんです。花粉症の一種なんですかね、これ。そうかもしれないですね、うんうん、喉に出る方もいるんで、うん、気をつけてください、すいません、はい、大丈夫です。3月11日2011年に、うん、大きな地震がありまして、で、それから、1年と、年が経っていって、正直言うとどういうふうに向き合っていいのかということが、分からない部分もあったりとかですね、その向き合い方というのを毎年、その3月で改める必要もないことだと思ってますし、うんうん、で、柳井さんにはですね、まあ、柳井さんが福島のご出身でいろいろ活動もなさってるんで、毎年来ていただいてですね、東北の話を、そうですね、はい、食べ物の話だったりとかですね、いろんなお話を、お聞きしております。さっきも言ったんですけど、はい、福笑いって美味しいお米ができて、福島で、はい、お二人に持ってくるように袋に入れてたんですけど、はい、すいません忘れてきちゃった なんかはい、いや全然です、今までね本当に、明日届けます。ありがとうございます。明日届けます。わかりました。はい、お母様のね手料理を我々もいただいたりとか、そういう年もありました。福島からここに直行しましたからね、はい、その時ね、はい、3月11日、はい、本来であれば柳井さんずっとねいつも福島にいらっしゃるはずをですね、スカロケのために昼過ぎに向こうを出て戻ってきていただいて、出ていただいたりしててですね、はい、で本当にいろいろなものをいただいたりしてて、今回は私もちょっと買ってきてるんですけども、はい、これは秘書と共同でっていう形なんですけども、すいません、なんだかで、秘書鹿児島のご出身なんですよ、はい、で僕は千葉なんですけども、はい、ちょっと僕縁もゆかりもなかった鳥取という場所で仕事をするようになって10年以上経って、ふるさと大使やらせていただいてて、はい、鳥取にはですね、鳥取って発信が割とちょっと下手な県でもありまして、うん、押し出しがこう、うんうん、引っ込み思案な部分もあって、ああ福島とちょっと似てるかもしれないですね、はい、まあ田舎ってみんなそうですよね、はい、うん、で全国で金酒を取るような酒蔵がたくさんあるようなところででして、うん、ちょっと日本酒を鳥取の、やったー、持ってきました、ありがとうございます。これはですね、これは違うな、これは酒の名前じゃないですこれは境港の
わ、一生瓶ところがあるんですけども、千代結びというお酒でございます。美味しそう。で、柳井さんの好みはちょっとこう分からなかったんですけど、僕の勝手な好みでちょっと辛口めのあれなんですけども、うん、ずっと一緒だよって意味ですよね、きっとね、千代結びって。ああ、なんか分かんない、勝手に解釈しちゃった。いや、あの、はい、そこを全然考えずに持ってきてるんだけど、わけ甘いとこでちょっとまた後ほどお渡しさせていただきます。そしてですね、柳井さんにはですね、今日はそのお米の話もありましたけども、曲を、そうなんです、持ってきていただけたということで、これもう世界で初めてオンエアする曲なんです、今日、はい、この2人に最初に聴いてほしいなって思って、あのヒューマンビーツっていうグループをやってて、やっててっていうかね、はい、モンパチの清作くんとライムスターのマミー D と亀田誠二さん、はい、音楽プロデューサー、東京人と僕で4人でやってて、もう本当バラバラな4人なんですけど、本当ですね、はい、10年前にあのツーショットっていう歌を作って、これは東日本大震災を受けて、人と人の間に本当に溝や壁やいろんなものができてしまって、相手と自分の違いをどうやったら認め合えるんだろうって思って作った歌なんですよね、はい、そこから10年経ってまた今歌が必要なんじゃないかっていう話を4人でして、はい、歌を作ったんですよ。だから歌はできたけど、どっからリリースするとかいつ出すとかって全然決めてなくて、はい、でこの歌を聴いてもらったら、僕の友人でもある石原さとみちゃんが、はい、ぜひなんか力になりたいって言ってくれて、語りを入れてくれたんですよね、はい、でなんかこれはもうコロナの後にどこに行こうかなっていう、そういう話なんですけど、この歌は、はい、なんていうのかな、とにかくね、本部長と一緒に聴いてほしいな、社員の皆さんにも聴いてほしいなって、もうその思いだけで持ってきました。僕と秘書宛て、番組スタッフ宛てにですね、お手紙も、いただきまして、で先ほども言ってたんですけども、スタッフさんが事前に聞きますかということで、うんうんうん、いや確かに曲の感想というのは事前に聞いといた方が、僕たちの仕事柄、その方が感想をまとめられたりとかですね、むしろ僕たちというよりはリスナーさんに対してちゃんとお伝えする仕事で考えれば、事前に準備して聞くこともあれなんですけど、柳井さんが言ってくださってるように、もうどこよりも先に本当に嬉しいことにここへ持ってきてくれて、はい、でそれであればせっかくなんでリスナーと一緒に、柳井さんの前で初めて聞かせていただけたらなと。絶対そう言うと思った、思いまして、ちょっと秘書も僕もこれ打ち合わせしたわけじゃなくて、嬉しい、はい、昨日同じ答えをたまたま出してたんですけど、どっちかが聞いてきてたらね、また変な空気だったかもしれないけどあれです、はい、ということでラジオの前の皆さんもですね、何かしながら、聞いてくださってる方もたくさんいらっしゃると思います、ただですね、もし可能であればちょっとだけ、手の作業をやめれるような方がいればですね、耳の、少し強めに貸していただいてですね、数分間一緒に何かを感じていただけたらなと思います。 それでは柳井さんから曲紹介していただいてもよろしいでしょうか。ザ・ヒューマンビーツ、10年ぶりのセカンドシングル、シングルになってないですけど、まだ 2曲目のオリジナル曲です。そして僕は東京メトロの CM でも一緒に仕事をしている石原さとみさんが語りをそこに入れてくれました。君の街はどんな街、君の街はどんな街、好きな場所はどんな場所、暮らす街で君が思う好きな人はどんな人、君の街はどんな街、好きな場所はどんな場所、暮らす街で君が思う好きな人はどんな人。もう随分会えてない、君だけさ夢に出てきたよ、
少し変わったかな。最後に別れた日のままかな。ルル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 ルでも、なんとなく君を思い出す。やっぱり慣れないな。へっちゃらなふりも苦手だよ。君の街どこにでもあるそうでどこにもない街。駅前のコンビニの隣に商店、ビルの谷間に神社、みんな肩寄せ合って行き交う人々は距離を保って、だけどお互いがお互いに興味を持って。 All we need is love, love is all we need。 大事なのは愛だってみんな気づいて。改札を抜ければそこは君の街、どこにでもあるそうでどこにもないな。そんなどこにもない街がどこまでもどこまでも広がりますように。あの丘の向こうに聞かせたい歌ができたよ。見せたい写真もたまったよ。一目会いに行きたいな。聞かせたい歌ができたよ。見せたい写真もたまったよ。一目会いに行きたいな。空を見上げてため息ついた。
て会いに行くよ君の街へ。君の街はどんな街、好きな場所はどんな場所、暮らす街で君が思う好きな人はどんな人、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。秘書どうでしたか。いやー、自分のふるさともそうですけど、鹿児島、今住んでいる東京の街もそうですし、今までいろんな日本の場所行ってきましたけど、そのすべての風景が浮かんできて、そこで出会った人たちも浮かんできて、会えてないなってこともありますけど、このコロナ禍で本当はこうじゃなかったら、もし出会ってた人がいるかもしれないなとか。なるほど。あ、会ってた人で知り合いに会いたいっていうのもあるけど、会えてた人に会えてないんじゃないかって本来ね、もしかしたら私は新しいお友達ができていたかもしれないし、ずっと会ってなかった親戚に会えた期間だったかもしれないし、そういう人たちをコロナが明けたら迎えに行かなきゃなって思いながら聞いてました。なんかね、やっぱコロナのことをどうしても、考えてしまいますし、この2020年から始まったコロナ禍で、僕はやっぱりラジオをやってた時のことの映像がすごいたくさん出てきまして、観光総裁というか、その、身内が亡くなっても会いに行けなかったりとか、結婚式あげれなかったりとか、お祝いしてほしい人にお祝いしてもらえなかったりとかっていう書き込みを、たくさん読んで、たくさん紹介して、気持ちをたくさんもらって、こう、本当に大声出したくなるようなことも我慢しながら、こう、なんか、そういう人たちのなんか気持ちみたいなのが、こう、歌に乗って、もう一度こう、たくさん届いてきて、で、悔しいって気持ちが途中で一回聞きながら思って、だけどやっぱり、僕が悔しいっつったってしょうがないわけで、その悔しい思いしたリスナーの人たちが一人でも多く、会いたい人に会ってほしいなと思いましたし、僕個人としたらこう2019年に毎年行ってた福島を遊びに行ったんですけど、2019年に行けなくて、そしたら2020と21と結局あんまり仕事以外の移動できなくなったので3年ほど行ってなくて、でツイッターで今年は行くぞみたいなことつぶやいたら、福島の人が待ってますとリプくれたりとかですね、岩手の人が岩手の方まで来てくださいとか、いろいろ言ってくれたりとか、そういうこと、そういうやりとりなんかをこう思い出しながら聞いてました、そうなんですよね。これいろんな聞こえ方がきっとあって、だからこれ歌出来上がった後に戦争が起きましたけど、はい、だから例えばキエフに住んでる人にね、君の街はどんな街って聞くような、こうなんていうのか、そこも開けてほしいな早くって、あの勝手に思っちゃって、もう出来上がった後の歌なんですけど、もしかしたらその人が住んでた一番綺麗なキエフではもうなくなるかもしれないけども、どんな街って言われた時はその美しかった時のことを相手に話すかもしれませんし、そうですね、いろいろな、確かに本当に人によって、だから具体的なこと少ないじゃないですか。そうだそうですね。簡単な言葉だけで。はい。で、そのこっちがいろいろなこと、誰かのことなんかを、こう、スッと想像して、できる余白みたいなものを、その、行間だけじゃなく、ルルルの部分もそうかもしれないですけども。そうですね。これね、1番を僕が歌詞を書いて、はい、2番はドアツ戦のマスコ・ナオズミさんが書いて、はい、3番亀田誠治さんが書いて、でラッパーマミー D が書いてっていう風に、あの別な人間が書いてリレーしてるんですよ、歌詞を、はいはいはい、これはツーショットもそうだったんですけど、実は
このでもザ・ヒューマンビーツに関しては、マスコさんは、マスコさんは作詞家として入ってます。おかしいですね。あれほどの人が、作詞としてだけ入ってるっていう。うん、2番だけの作詞として。みんなで紡いだ。そうなんです。でも、うん、みんなで紡いだっていうか、でもやっぱり、こう重なる部分が、多いなんかことをすごい感じますね。重なったり響き合ったり繋がったりってしちゃうんだなと思って、こうやって。はい、はい。なんかラップ、ヒップホップとかだと、結構そういう風に作ったりして、本当に主張結構違うぐらいの楽曲も多いじゃないですか。はい、そうですね、1番と2番でね。はい、うん、でも、もしかしたら聞かれなかったら一人の人がこう繋いだ歌っていう感じにも聞こえると思いますし、ね、うん、なんかそういうこう、公約数っていうか購買数っていうか、はい、なんかやっぱりみんなの同じところでものを作っていくっていう、うん、なんかそんな気持ちなんですよね。はい。はい、お聴きいただいた楽曲はザ・ヒューマンビーツで君の街はどんな街。このスカロ系で一発目におそらく本当に柳井さん言ってましたけど、はい、メディア一発目なんですよね。そうですか。この後の予定はないです。ありがとうございます。本当に。交通情報を挟んで、引き続き柳井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。東京 FM スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。記者の浜崎美穂です。引き続き本日のゲスト、クリエイティブディレクターの柳井道彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。福島、はい、で、それから福島のことに関していろいろ柳井さんやられております。15年は福島プライドという言葉を掲げましたと、うんうん、そうですね、いうことでいろいろ本当にやってますけども、2021年に松岡真由さん、あ、失礼しました、真由さんが福島知らなかった大使に就任。そうなんです。これ僕ゆかりのない鳥取に10年通って、はい、鳥取のこと詳しくなってようやく縁とゆかりができて、はい、ふるさと大使になりました、はい、そういうもんだと思ってます。はい。福島知らなかった大使、これなかなかいいでしょ。いや、いいですね。うん、思いついた時やったって思ったんですけど、はい、やっぱり知らなかったら関係を持てないのかっていうとそうじゃなくて、はい、知らないところが、知らないことがいっぱいあるってことはこれから知ることができることがたくさんあるっていうことですから、はい、そういう人たちにもっともっと福島を見てほしいし好きになってほしいしっていう、そういう思いを込めて松岡さんがもうだんだんいろんなことを知り始めてますけどね。はい。もともと松岡さん、どうして松岡さんだったんですか、これは。福島を知らない人を一生懸命探したんです。まあ、東京に近いっちゃ近いですしね。はい。はい。東北に親戚がいる方も多いし。でも何かしらゆかりってあるじゃないですか。あ、あります、あります。たどっていくと。フラガールに映画出てたでしょとか。ああ、なるほど。はい、それこそ、はい。そういうことのない方を見つけて、松岡さん、はい、いいなって思ったら、あ、やりますって言ってくださって、はい、見つけ方も大変そうですけどね。知ってる人より知らない人の方が難しいですね、はい、確かに見つけ方は。松岡さんってこの番組、最近はあれですけど過去何度か来ていただいてて、帰った後なんかね、一緒なんかと話すんですけども、うん、本当にこうなんか心も綺麗な方というか。そうなの。おしゃべりもうまければ、うん、まず、スキルとか技術なんかに僕はじめびっくりしてたんですけども、うん、めちゃくちゃピュアな人ですよね。そうです。そうです。アマちゃんにね、それこそ東北のくじが舞台の、はい、アマちゃんに出てた時に、はい、まあ、東京編で出てましたけど、はい、地元に帰ろうって歌ってたんですよ。はい。アイドルグループ、はい。ありました。はい。なんか、そういうとこから実は福島東北にずっと本当は繋がってるんですけどね。ああ、なるほど、うん、うっすらそこで。そう、松岡さんは今じゃあ、1年ほど経って、柳井さんもおっしゃっておりましたけども、ちょっとずつ福島を知り出して。そうです。今年もじゃあタイミングが松岡さんも会えば、うん、去年よりも今年福島を知るってことですよね。そうです。ホームページ見ていただくと、はい、松岡さんが一つ一つ福島を知っていく姿が動画が出てきます。
僕鳥取行って全市町村をですね、うん、回ろうってとこから始まって、はい、結局今3週半ぐらいしてるんですけど、はい、地元の人よりも地元の人が行ったことないところなんかにも結局行き始めちゃったりして、そうなんですよ、うん、で僕もじゃあ千葉の出身で千葉のことどれだけ知ってるかって言ったら、その他の県の人なんかの方が知ってたりするんですよ。そうなんですよ。そういう現象が起きてきますよね、ありますね。だから福島の人も松岡さんと一緒に自分の知らない福島を一緒に知ったりとか、そうなんです。あのね、僕が好きな東北の人、まあみんな好きだけど、はい、石巻で、はい、石巻に恋しちゃったっていう活動をしてる女性たちの団体があるんですよ。何ですかそれ。僕おじいちゃんのふるさとなんですよ、うん、お墓石巻にある。それがね、はい、それは石巻を好きになってくださいっていう活動家って思うじゃないですか、はい、普通、はい、そうじゃなくて自分たちがまずちゃんと好きになろうと。あ、そうしないとみんなに好きになってくださいって言えないんじゃないっていうので、なんかそれすごくいいな、その視点いいなって思って、はい、東京に対しても東京メトロの仕事する時もそういう風にしてるし、はい、福島もみんなでそうしようってしてますね、うん、なんか今日は歌もそうですけど、ちょっと住んでる街とかがちょっとテーマじゃないですけど、うん、だからラジオ聞いてくださってる方で、もちろんね、福島に興味持ってまだ行ったことないけど行ってみたいと思ってくださることも東北全部そうですけど、だけど改めて今自分が住んでる街ってどういう街なんだろうとか、うん、本当にこう何かがうまくいってなくてちょっと街のせいにしてる部分ないかなとか、うん、なんかまずはそこも大事ですね。そうですね、はい、さあということで、残り番組も1分半でございます。東京 FM より生放送スカイロケットカンパニー、この後8時からはニュースサピエンス緊急スペシャル花はどこへ行ったお送りします。引き続き東京 FM でお楽しみください。僕やっぱりもともとスクールオブロックという番組をやってる時に柳井さんと、対談させてもらったところそうですから始まって、うん、ここの柳井さん来るとやっぱなんかね、僕が生活してて生きてて唯一泣いていい人なんですよ。一昨年泣いてたもんね。そうなんですよ。ね、しっかりせいと。しっかりせいと。泣くなって言ったね。はい。もうちょっとね、うん、今日もやっぱりこのなんかコロナのこといろいろ思い出しながらというのもありますけども、うん、でもなんかやっぱりちょっと緊張する部分もあるんですね。甘えてる部分もあれば緊張する部分もあって。僕もそうですね。本当ですか。でも1年に1回必ず会えるってこうやって思ってるから、はい、それはとっても嬉しい約束であり目標であるなと思って、また来年も呼んでいただけたらと思います。ぜひともです。本当にありがとうございます。そしていつかね、またこう放送でもやっていいかもしれないですけど、3人で軽く飲みながらの、はい、やりたい放送なんかもゆっくりさせていただけたらなと思います。柳井さん、今年も本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。それでは最後のご挨拶を、本部長、そして柳井道彦さん、今日も一日お疲れ様でした。ここでね、昨日ゲストで風とロックの柳井道彦さんが来ましてですね、はい、ザ・ヒューマンビーツというのを柳井さんやっております。4人でやってるんですけどね、亀田誠二さんとマミー D さんと、はい、柳井道彦さんと、うん、清作さん、モンパチの、ええ、もうで「ツーショット」って曲前に出してんで、昨日はね「君の街はどんな街」っていうのを本当メディアで初めてここに届けてくれたんですけど、その「ツーショット」って曲がとっても素敵なんで届けたいなと思います。あんこ、僕と君の同じところを大切にしていたい。ルル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 ル
ですか？どっちが好き？かぼちゃとさつまいも。ねえ君の欲しいものは何ですか？どっちが好き？いちごとさくらんぼ。君と僕の住んでる街は離れているけれど、同じ歌を口ずさむとき心はつながってる。お互い教え合おう。ねえ君のふるさとの言葉ではなんて言うの？好きだと伝えるとき、笑顔忘れたらこの歌歌うよ。そして君が元気になったらみんなで歌おう歌おう。東京 FM より生放送スカイロケットカンパニー。この後8時からは手島千尋アナウンサーと脳科学者中野信子さんのニュースサピエンスです。引き続き東京 FM でお楽しみください。柳井さん昨日来てくれました。ザ・ヒューマンビーツでツーショット、やっぱり素敵な楽曲だなと思います。先ほど書き込みの最後読ませていただいたお二人がバッと浮かびましたし、はい、ラジオの前にはそういうこの歌で思い浮かんだ誰かがいるんじゃないかなと思いますね。そうですね。いやーよかったな。ちょっと待ってください。何よ、なんだよ、なんだよ、またこういうのやめろって言ってるだろう。昨日からびっくりしました。え？え？いや本当に素敵な曲で、八代さんとも多分当時スクールオブロック中に多分聞いたなっていうの思い出とかもすごく蘇って、あ、すいません、自己紹介をくれました。東京 FM デキンの遠山です。バカ野郎。いやバカ野郎になってないよ。勝手にしんすんなよ。勝手に来んなよ。警備員さんにも止められたわ。そりゃそうだろ、デキンなんだから。振り払ってきてんだから。え、うわ、新宿にいて紀伊国屋書店で、そういえば買ってなかったなっつって、あの頃な。本部長、あなたの初の小説紀伊国屋さんで買っていただけるのありがたいね。タイムあったね。あ、本当？うん、直筆さんにあったよ。ほいで買って読もうかなと思って携帯開いて、そしたらツイッターで、はい、リプライいっぱい来て、うん、富山さん、東京 FM デキンってどういうことですか？あ、ヤシロがやったな、自転車立ちこぎ。ヤシロ、ヤシロがやったなじゃない。怒ってる体でそっちのペースになるわけないだろう。なんで裏やるんだよお前、ベイ FM でこの番組の裏を。ほうれん草報告連絡相談、はい、したでしょ。まあうっすら聞いてた。いやちゃんと言ったよ。でもそれはでも東京 FM の皆さんにもね、やるやらないは強く言えないじゃない。だから任せた、やるわけないと思って。だって東京 FM で育てられた男だから、ね、もちろん俺はそのつもりです。揉めてんだろ。それが一番良くねえよ。揉めてるだろ。若杉さん、6階の若杉さん、宮野さんともしっかりとお話しさせてもらいました。5階の平岡さんとも、ね。しっかりと話したってことは揉めたんだな、じゃあ。お前、やめろよ、その言い方。ごめんなさい、リスナーの皆さん、大声出しちゃって。金曜日のスクールオブロック委員会は終わるんだろ、やるの4月からも。で、またいろいろいろんなことも考えているし、
それはちょっといろいろ気の迷いで出ちゃったツイート、ややこしくてごめんなさい。福島行ってたのね、この間週末に、うん、スクールオブロックのその生徒、うん、岩手県は陸前高田市に生徒と一緒に行ったりとか、うん、それから翌日あのブラフマン OAU の敏郎先生、敏郎先生とねツイッターで見たのよ、はい、美味しい海鮮食べて、うん、その模様が、明日の夜11時からのスクールオブロック教育委員会で、あ明日、はい、あその放送をするのに取り行ってたんだ。そうそう、あなるほど。敏郎先生がその皆さんに向けて弾き語りも何曲も披露してくれたりとか。ああそう、これ明日流れるんで本当楽しみにしてほしい。スクールオブロックの校長先生をね10年やったグランジの遠山さん、そして今はですねスクールオブロック委員会やっております。金曜の夜11時、はい、今月で終わりということで。終わりじゃねえんだ、だからやめろよ。あの明日もスペシャル放送になっております。福島に行ったスペシャル放送ということで、いるよ、よろしくね遠山さん。長い間ありがとうございました。終わっちゃうじゃん、これどうすんの。じゃあさよなら。いや、やめないよ。